はい、ユッキーです。今日またですね、ココイチの、ものなんですが、今回は、甘口ポークカレーに、辛さ、なんだ、10辛を追加してみたらどうなるかっていう、スーパー検証実験、検証です。こちらですね、ここにですね、辛さ、なんとかって書いてあるんですけど、辛さ、甘口って書いてあるんですよね。で、最初見たとき、これ、あれ、10辛頼んだはずやねんけど、なんか甘口ってなってるなぁと思って。まあ多分、ポークカレーの甘口ってことなんでしょうけど、まあそれに10辛とかっていうのが一切記載がないので、これちゃんと10辛入ってるのかなぁと、思うんですが、多分大丈夫だと思います。ね、ポークカレーの甘口に、10辛を追加した。さあ、どうなるのか。まあ、ポークカレーの甘口に、まあ、俺以前、10辛を食べたときは、ポークカレーの、普通のポークカレー、甘口ポークカレーじゃない、普通のポークカレーに、だったんで、多少、辛いんじゃないかと思うんですが、まあ、これで辛さの方が勝っていたとしたら、また実験として、これにさらに、甘口、ご甘を追加して、見るっていうのも手ですね。うん。ご甘を追加するという。ウェイ。でも色がやっぱり、ポークカレーの甘口ごときでは、10辛には勝てないか。さすがに。さすがに、あれか。まあこれで多分10辛の方が勝つと思うんですけど、まあこれで勝ったらね、また追加実験ということで、ポークカレーの甘口に、10辛と、ご甘を追加すればどうなるかっていう実験をやろうと思います。とは。ああ、やっぱあれやな。辛そうやな。いただきます。辛い。めっちゃ辛い。ポークカレーの甘口に。あ。でもね、10辛、辛さマニアの人は、多分ポークカレーよか、ビーフカレーの方が辛いと思うんですよ。うわ、カレー。辛っ。あ、ちょっとマシになってんのかな。うん。でもやっぱりね、超辛い。うん。もうね、これ飛び辛スパイスを多分結構入れてると思うんだけど、粉っぽいもなんか若干、色がね、っていうかね、ちょっと粉っぽい。この粉っぽさが嫌で、10辛を頼まないっていう人もいるみたいですね。うわっ、辛れ。これはあれや、さすがにあれやな。
全然辛い。でもね、ここでね、辛いからっつって水を飲むと余計辛くなるんですよ。辛さ熟練者は、ここで水を飲むと余計に辛くなることを知ってるから。辛さ超上級者ユッキーがね、軽い。でも確かに若干甘いような感じもするね。辛さの奥底に甘さが何か。残ってるような。先ほど、超激甘カレーを食った後ですけど、辛すぎ。しゃっくりが。やばい。なんかね、奥の底にね、ほんのり、蜂蜜の味がするな。多分それやろ。これは間違いない。明日下痢だ。間違いなく明日下痢に悩まされるぞ。これち
医者にも言われたんですけどね、辛いものはやめときなさいって言われてたんですけど、以前胃カメラ入れた時に粉っぽいっていうのはあるな。でもさ、以前食った、カラムーチョの8倍あれに比べると、まだこっちの方が食える。カラムーチョの8倍は、本当に、辛いっていうか、痛かったから、痛くて、ギブろうかなと思ったんですけど、本当にあれは辛かった。でもこれは、どちらかというと、熱い。体がこう、ほっかほっかするタイプの。で、口の中もブワーっとくる暑さ、辛さ、暑さ的なのが来るだけで、痛みっていうのが正直結構あるはあるんだけど、そこまでない。そんなにね、以前ね、俺、ココイチの10辛を、初めて食べたとき、持ち帰りしないで普通に、店舗で食ったんですけど、鼻水とね、これでわかるように、鼻水と、汗が、ほら、汗ダックダクや。だから、出まくって、タオルも持っていかなかったんで、もう大変なことになったんですよね。だから、タオルは絶対、店舗で持っていくときは、食うときは、絶対、タオルは必須なんですよ。できればティッシュも箱ティッシュ。持ってた方がいい。そうしないと鼻水が
ものすごい出るんで。俺、ラーメン食っても鼻水出るんですよね。だから、そういう人間なんで。だからできれば、家で食った方がいい。完食です。ごちそうさまでした。これはですね、辛いけどね、あのね、ぶっちゃけて言うとね、あの、普通にね、ポークカレーにね、あの、普通の甘口ポークカレーではなく、普通のポークカレーに、あの、10から追加して、食った方が絶対美味しいです。変なね、あの、蜂蜜の味がするんでね、あの、不意にちょっと甘っていう、なんか、奥に甘さがあるんで、なんか、ちょっと違和感があるんで。まあ、これ三つ星だな。ご視聴ありがとうございました。